仕上げ立て祭ります。お母さん、あの人たちは神官様なの？そうよ、今夜は十夜、一人の儀を行うのよ。私たちも神官様について山に登って、聖女様と大司祭様から祝福を受けるの。うわ、楽しみ。一人は祭りに次ぐ重要な儀式だ。失敗は許されぬ。己の血を制御できなくとも、感情は制御できるはずだ。心を鎮め、呼吸を整え、全身の血の流れを感じろ。君はよくやった。雨の娘の在りかを突き止めた。神格も見当たらず、力も弱くなったようだ。共に行かないか、雪山一族の聖女。雨の娘の言い伝えは間違ってる。神がこの地に降り立ったのは、人々に憐れんで情けをかけたからじゃないんだ。大司祭、今まであなたに聞いたことなかったけど、あなたは雪山の民じゃない。一体どこから来たのか。あなた、彼女を探しに。いな、君を探しに来た。しかし君の力は人間たちに分散してしまった。それを集めるためには、あなたが山を降りたがらなかったの。人に触れることで氷の仮面を溶かされることが怖いからだと思ってた。でも違った。あなたは心まで凍っている化け物だ。嘆かわしい。君を縛っているものが何か分かっているか。この人間たちだ。この糸は人間の感情そのものだ。人間は感情に縛られて苦しみ続けるが、君は違う。私を縛れるのは私だけよ。あの人たちも私も感情に苛まれていると言った。いっそのこと感情を捨てたらどうなる。進化に焼かれる痛みを思い知れ。やめろ。感情を捨ててしまえば、君は神格を失うことになる。君は高天ヶ原よりも凡庸な人間を選ぶというのか。大司祭にも血が通っていたのね。昔教えてくれた。心を保て、心を鎮めよ。今の私はあなたの望む通りになった。もう手を変えるか。せめてこれを受け取ってほしい。やっと見つけた。
私を？どういうこと？君の声が聞こえたか？